はい。えー、どうも皆さん、こっちは人です。ということで、今回はですね、えー、ヨハン・カマルゴ選手、あの、以前ね、えー、動画で取り上げさせていただいたんですけど、このヨハン・カマルゴ選手が、まあ、ちょっとアジアへの挑戦も軸に、まあ、検討するということでね、まあ、一応アジア挑戦も視野に入って、 ているみたいなのでえちょっと以前ね取り上げた選手なんですけどまあ今回修正版ということでえ去年かな去年の動画からまあちょっとまあ最新データをえー取り上げつつまあ紹介していこうということでえ彼はねえパナマ出身ということでまあパナマ出身っていうことを最近パナマ出身の 外国人選手ね、あんまり日本に来てないと思いますけど、まあ、久々にパナマ人ということで、年齢的にね、非常に若いっていうのが強みですね、93年12月13日生まれということで、えー、まだ29、今年29になる世代なんでね、えーまあ、若い、若いっていうと、まあ、来年30なんで、まあ、ど何とも言えないですけど、まあ、来年29歳にシーズンか、来年29歳、再来年30歳っていうぐらいなんで。 まあそれなりにね、期待できるかなと、これから将来期待できるかなという感じです。で、メジャーリーグでの出場経験豊富でね、えー、364試合、1173打席に立ちまして、えー、打率2割5分7厘、塁3割1分5厘、えー、超打率4割2分3厘の OPS7 割3分8厘ということでね、はい右投げ両打ち、言いましたっけ右投げ両打ちの内野手なんですけども、えー、2018年、えー、非常に大活躍。 で、ホームラン19本、打率2割7分2厘、出ー率3割4分9厘、長打率4割5分7厘、OPS8 割6厘と大活躍だったんですけども、以後のシーズンは、えー、まいまいちっていう感じですね。で、2022年、今年はね、えー、まあマイナーとメジャー両方でまあ160打席余り、えー、立ちましたが、あどちらも OPS6 割台ということで、まあ、ちょっとよくないシーズンでしたね。 特にマイナーでもね、打率が2割1分3厘だったということで、まあ、メジャーでもね、メジャーで打てなくてもマイナーで打ってるならまあともかく、えー、マイナーでも打ててなかったというのがちょっと気になるポイントになってきます。とはいえね、えー、それ以外のシーズンで言えば、まあ、マイナーでもやることはないレベルですね。通算 OPS8 割8分9厘、えー、打率も、通算打率も3割1分1厘ということで、まあ、今年はね、えー、類を見ない不振だったという感じです。 2021年もね、3割2分6厘、4割1厘、5割5分7厘で、9割5分8厘。2019年ね、えー、2019年の数字だったら、まあ、これインフレしてるからって言えるんですけど、まあ、21年とかならね、まあ、まだ、えー、マシかなっていう感じです。はい。そして、えーまあ、メジャー通算、えー、選球眼の部分でね、見ていくと、メジャー通算だと、まあ、そんなにフォアボール選ばないタイプで、まあ、割と三振もしてるんで、 えー、BBK0.35 という感じですが、マイナーではね、えー、フォアボールもまずまず選んでくれるし、特に最近はね、よくフォアボールを選んでます。で、まあ、三振もね、えー、マイナーレベルだと少ないんで、BBK0.6 ということでね、まあやっぱりマイナーレベルではないですね。2022年、今年のね、マイナーでの数字も、打率は非常に悪かったんですけど、えー、BBK で見ると0.84ということで、三振も少なくてフォアボールをたくさん選んでるんで、非常に文句のない成績ですね。 メジャー通算で見るとね、アプローチの部分、えー、ボールゾーンスイング率32.3%ということで、まあ、平均よりちょっと振っちゃうぐらいの感じですけど、まあ、基本的に平均的なアプローチかなと、ゾーンラインのスイング率もまあ普通ですし、まああのーこう、良くもなく、悪くもなくっていう感じですね。なので、まあ、メジャー通算でも、ね、7%ぐらいに収まっているっていうのはまあそれなり、それなりのっていう、それなりですね、平均。 平均程度という感じです、えー、コンタクト能力がね、えー、若干平均を下回っているっていう感じですね。はいまあ、メジャーリーグレベルではね、まあ、打率がなかなか、えー、出てないっていう部分と、まあ、三振が増えてるっていう部分もね、えー、この辺のコンタクト能力の部分に、えー、の差がね、大きいかなというふうに思います。まあ、どちらにせよね、あのーまあ、ホームラン19本を打ったシーズンもありますけど、特、まあ、筆すべき選球眼の良さとか、 あ特にないので、まあ、その辺がね、ちょっと苦しんでしまったかなという部分ではありますね。で、えーと、ホームランもね、それなりに期待できる選手ではあるんですけど、基本的にゴロヒッターですね。で、まあ2021年まではね、コンスタントにそのフライがね、ホームランになってたんで、そのまずまずそのパワーをね発揮することができていました。一方ね、えー、2021年以降、 えー、2021年メジャーリーグ以降、ですね22年なんかは特に、えー、フライがなかなかホームランにならないということで、まあ、実際ね、ね長打もね、えー、あまり出てなかったんですけど、この今年に関して言えばね、あのーまあ、それはねこの辺で、えー、捉えた打球が、ね、なかなか出ていないっていう、ハードヒット率もね、えー、30%、17.2%ということで、まあ、あまり高くないというシーズンでしたね。はい えーまあ、割と引っ張り方向の意識もありつつって感じだったんですが、えー、今年は特にね、引っ張り方向45%以上打球が飛んでますし、2021年の、ね、マイナーリーグ、無双してましたけど、これもね、50.5%ということで、まあ、基本的には引っ張り方向につぼ、えー、があるというか、えーまあ、基本的に引っ張ってる状態がね、まあ、ベストな状態かなというふうに思います。 まあ打球がなかなか上がらないんでね、ホームラン量産っていう風にはいかないですけど、もともとのパワーがあるんで、十分スタンドインさせるだけの力はあるっていう感じですね。打球速度っていう部分もね、ちょっと打球速度の部分がちょっと気になる部分があったりはしますので、ちょっとバレル率っていう部分ではね、4.1%ということで、数字がねあまり良くないんですけども。 そうですね、まあ、バレル率自体で全てを測るっていうことは難しいですけども、まあやっぱりね、ちょっとパワーっていう部分もある程度期待される選手ではありますね。彼に関しては、まあ、打率もね、マイナーでは打率非常にいいですけど、メジャーリーグレベルでなると、あのちょっと厳しいかなっていう感じですね。 なのでまあ、うーん、ちょっとこう、ある程度長打も期待したいっていうところになってくると厳しいかなっていう、まあスイッチヒーターなんでね、えー、なんか左右ではね、それなりに、左右の打席、多少差はありますけど、えー、と右打席、つまり左、えー右、対右、つまり左打席ではコンタクト系が強いっていう、で、右で、えー、右打席で、まあ、どちらかというと長打が多くて、まあちょっとコンタクトも若干って感じですね。 まあ、あの基本的にスイッチヒッターあるあるって感じですかね。あのなんか左打席でコンパクトに、右打席で、えー、パワフルにっていう感じ。まあ、だ結果的に打率だけで見るとね、ね右打席の方が打率も高かったりはするんですけど、まあ、そういう感じで、まああのー、そういう感じの、えー、傾向です。で、えーとまあ、球種に関してなんですけどもね、えー、変化球もそうなんですけどね。 20年21年えー、2020年、2021年、まあ、特に20年とか、割と打席に立っているんですけども、ちょっとね、ストレートの空振り率が高かったかなっていう感じですね。うんまあ、ストレートの空振り率が高いっていうのはちょっと気になる。まあ、22年はね、その部分はまあ若干修正してきて。 えー、改善は数字的には改善されましたけど、まあ、全体的にちょっと、えー、空振りっていうのは若干気になるかなというレベルですね。でえー、あとはですね、まあ、あのスイッチヒッターなんでね、逃げるボールっていうのはあんまり気にしなくていいと思うんですけど、まああのー、その辺もね、割と適応しやすい部分ではあると思,思いますし、スイッチヒッターって左右のどっちかの打席、スイッチヒッターの外国人選手って、 左右どっちかの打席が苦手だったりして、なかなかあのうまくいかない例ってあるんですけど、まあ、ヨハン・カマルゴ選手に関して言うと、左右どっちの打席でもそれなりに結果を出しているので、まあ、そんなに不安はないかなという感じです。さあということでね、えー、あとは守備面ですね。えー、守備に関してはショートで、えー、ショートでの出場が724イニング。 え出てますが、まあ、守備に関してはマイナスですね。で、サードとして1507イニング出て、プラスということで、まあ、基本的にサードのポジションを、えー、期待したいところですね。でも一応内野のユーティリティという、まあ、外野もね、両、え、翼、ー、確か守ってたと思いますが、まあ、どのポジションも割と、あのー、守れるんですけど、えー、基本的にはまあサードかな。日本にに来て、ね、外国人選手に あのー、ショートを守らすっていうビジョンはなかなか見えないんで、であと彼ね、こうやって見ると、スプリントスピード、かなり、えー、脚力っていう部分はかなり落ちてきてまして、す、え、で、ー、にリメジャーリーグではねかなり足の遅い方になってますんで、ショートとしてね、えー、ちょっとその辺の動きの悪さっていう部分は、えー、隠しきれないかなと。 ただね、えー、彼、非常に肩が強くてですね、まあ、メジャーリーグのサードの平均の肩力が85.7マイルパーアワーなんで、えー、ショートとして2022年88.9マイルパーアワーということで、まあ、ショートとしての平均値も超えてますが、サードとしての平均値も超えているということで、まあ、非常に肩が強いというのは強みになりますね。 肩が強いだけじゃなくて、サードとしてレンジ、うずら、DRS 全部プラスということで、まあな、結構ね、出場機会も多い中でこれだけの数字を残しているっていうことは、まあ、日本に来たらね、かなり華麗な、かつ肩が強いんでね、非常に絵になる守備をしてくれる可能性があります。えー、打撃面もね、えー、まずまずのパワーがあって、それなりに率を残す可能性もまああるという。で、えー、成績の予想なんですけども、えー、インターナショナルリーグ予想がね、ホームラン18本ということで、 まああの今年はね、なかなか、えー、メジャー、マイナー両方でパワーが発揮できなかった1年でしたが、まあ、打率3割1厘、まあ、マイナーでは、ね、無双してましたし、打率3割1厘でホームラン18本、えー、フォアボール43個、三振89個ということで、まああのー、全体にね、あのー、マイナーリーグレベルに合わせた感じで、えー、コンタクト能力も、えー、的確に発揮し、かつパワーもね、えー、それまでのパワーが蘇った場合、 えー、これぐらいの数字、OPS8 割3分3厘ということで、三塁手として見たときにね、まあ、ちょっと外国人選手にしては、パワーがね、ホームラン18 3 1本というのは、ちょっと物足りなく感じてしまうかもしれませんが、まああのー、ホームラン19本、18本あの、ね、19本打ったシーズンはありますんで、まあ、 普通にね、うまくいけば20本超える可能性もあるかなと。ただ,だ、まあ30本までいくってなると、やっぱりゴロが多いタイプのバッターなんで、30本っていうのはちょっと期待しにくいかなという感じですね。はい。一方ね、メジャーリーグレベルになると、打率2割6分5厘ということで、フォアボルール35個、三振95個ということで。 で、OPS7 割2分、ホームラン14本ということでね、まあ、やっぱりゴロヒッターということで、えー、ホームランの少なさっていうのはさらに加速してしまいますが、まあ、彼はね、守備面で、えー、お客さんを呼べると思うんですよね。まず、まず守備面でお客さんを呼べて、かつプラスを叩き出すと思いますし、で加えてね、打力でも、えー、2桁本塁打を記録するぐらいの打力はあるということで、 まあ、あとね、スイッチヒッターで左右どっちの打席でもそれなりに結果を残せるっていうのは残しているっていうのは非常に評価が高いですねあの。パラデス選手なんかもスイッチヒッターでしたけど、まあ、結局あの、左打席では打てますけど右打席での結果がなかなかついてこなかったんであのその辺を、ね、考えると、えー、カマルゴ選手はねそれなりにメジャーリーグでも、えー、通用したスイッチヒッターなので、あのー、割とね、うん、起用しやすくて。 スイッチヒッターゆえに逃げる変化球をそんなに気にしなくていいという強みもあると思いますので、かなり面白い選手だと思います。はい、どうしてもね、三塁手が足りないっていうね、球団にとっては、カマルゴ選手の補強はね、えー、結構大きい補強になるかなと、個人的には思っています。うーん、まあ個人的にはマイナーリーグのこの3割ホームラン18本という数字、成績の予想はのが近いかなと。 うーんは思いますね全体にこうカリビアン系のこう、えー、豪快かつ、豪快な,ながらも、あのー、結構当てていく技術もあって、かつ長打もそれなりに打ってくれるっていう、でかつ守備、守備での貢献、いろいろ考えるとね、かなり面白そうな選手だと思うんで、まあ、今回は、ね、取り上げさせていただきました。はい、ということでね、えーまあ、アジア挑戦を、ねえー、も視野に入れつつということらしいんで。 もしかしたら日本の球界がね、獲得に動く可能性もあるんで、今回、えー、紹介ということで、まあ前回に、前回のね、成績の予想がホームラン20本とか、23本ぐらいの予想でしたけどね、まあやっぱり前回から少しちょっと成績の予想は下方修正が入ってしまってはいますが、まあ、とはいえね、えー、期待できる、期待を持てる選手だと思うんで、えー、ぜひ日本で見てみたいですね。はい。ということで、えー、今回はそんな感じで終わってきます。また次回、バイバイ。